お疲れ様スロットです。今日はですね、大幅下方されましたこちらロケットをやっていきましょうか。ロケ削りですね。はい、だいぶ減ったな。思った以上に消えちゃったっすね、ロケットが。まあ、ロケで削るぐらいなら高回転でポイズン打った方がいいよという感じになっちゃいましたね。なので枯渇もね、今の環境珍しく少ない、ここ1、2年で一番少ないねっていう環境になってますね。はい、約どんぐらい今492削れるんですけど、前回のロケのダメージちょっと覚えてないんですけど、まあ、80、90、100ぐらいか、多分500何本あったの、570ぐらい、570あったかなマジ覚えてないんですけど、まあ、ガチでチンパンやないか。これマイティいるしさ、アーチャーで攻めちゃうっていうおバカな戦術どうですか。ああガン虫、ガン虫意味なかったわこれやべえわ、終わっちまうかな俺。さあちょっとマイティゲーでね。え、クローン的な、めちゃんこ珍しいんだけど。うわうわ、やべえ、ホバリング、ホバリングやべえ。これちょっと待って、普通に守りくれきゃよかったかな。あ、でもなんかダメージがすげえ入ってんな。うわ、ゴレクリーゴレク来たよ、ゴレク。マジこれ結合来たらもう始めマイティゴブリンで、てか来るわ、来るぞ、来い来い。守んな守んなさあ、これこれこれ止まるかな。デリバリーかなんか欲しいんだけど。ロケマイティ爆破、なんならボムの範囲でもいけそうっちゃいけそうだね。うわー、ちょっと行っちゃいたい俺がいる。いやもう無視か。さあちょっとダメージは稼ぎたいので、このアーチャーこの世で一番いらないかもしんない。ここでホバリング来るんだよな、ホバ。ちょっと待って、一旦ロケ打って、ホバさえ溶かしたらさ耐えれないマイキー。ああ、いや耐えれそう。あれ俺の思ってた逆がやばい、やばいやばい、あちゃ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 、うわやばい、やばすぎる。一冊きます、潜ると見せかけて潜んないディスケート舞台。えこれさ終わってくんね、うっ、やばい、やばすぎる。ホバやべ、ホバどうするこいつ。うわロケ2周、もう一回守れそう。外してる、でかいな。ああ、まあこんぐらい許せるよ、そっちじゃない。マジホバリングやばすぎ、ディガロギクかまします、行くしかない。あ、スケブ使った、あっつ、これ危ねえ。てかホバホバこれどうやって対応するのが正解だったんだろう。クローン、クローンもあるし、いやどうすればよかったのか分かんないけど、まあ勝ったしいいか。わあ、ホバリングやばいっすね。
きたくないね。まあロケね、下放されたと言っても結局いいね。最後の削りにはね、だいぶ優秀だ。まあなんか全部ロケでね、もう一生守って全部ロケで勝ちたいみたいなのはね、ちょっとむずいかもしんないね。だからマイティの、まあ、爆破のダメージとか、まあそういった部分もちょっと含めていかないと、普通の高回転の呪文削りにね、多分ロケだと勝てないのかな。まあ高回転でも何でもか、逃げ切るのが難しそうだな。普通にエレジャイとかにライトニングとか打たれてとか、ゴルナイ数発入るだけで簡単に追いつかれちゃいそうですよね。さあとか言ってるとエレジャイっぽい顔してますね。だいぶこれロケ打ったらヤンキーか。まあセパで様子見ますかね。固めて始め出すとね、キング起動されちゃうんですよね。だからアイスピだけでもでけえ。これ本当に走んないでほしい、走んないでほしい。いやーでかい。マイティ竹取ってたらもっと熱かったな。しかも今回エリザイファイスピ型だな。何かがいね。タルババか、タルババあったな。いやーもうこれで削っていく。3000だろ。うわー、ロケのダメージ計算しやすくなったな。6回だ。500なんで、6回打てれば。いや、6回、今までだったら、4回、プラスの、みたいな。変わんねえか。誤差すぎてやばい。さあもう。これで削っていきたい。いや結構うざい形してるけどな。リガー、よし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 。これまたケツエリジャイ。さあゴリゴリいってあげて。いやこれだいぶ熱いぞマジ。しかもこれボムさえあれば止まるんで。ああ、でも微妙か。結局微妙。いやでも悪くないですね。だいぶ削ったね。これ拾われんのかな、エレジャイで。これロケ打った方がいいわ。ロケで削ってある程度2周目回してくる。さあマイティも出して、よし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 、よしよしよし。これロケ、うわ今までだと2回ぐらいでいけたのか。さあマジ、おエラアーチャー残ったな。熱すぎる。これかませるっすね、コスト的にも。ピュンでトルネもないんで、いやー前に打ってけばよかった。さあもうロケ圏内じゃねえんだな、これが。ロケ圏内ですじゃねえんだな。さあ、あファイスピーちょっと嫌だけど、いいねいいね。さああなたは掘られてちょうだい、マイティーに。これロケこれが落ちないね、やばいね。528なんかどんな時代でも落ちた。昔ロケ700ぐらいあったんだよ。壊れてた時。そう考えるとだいぶ可愛くなったな。さあマイティがねだいぶいい働きしてる。エレジャイにもね後ろから出しとけば他のカード回せるし、ゴルナイの受けには強いんでね。さあ削る、削っていくよ。キョスケ、あーアチャクイロヒョグっぽいな、マジでアチャクイホグ。うわ全然違った、最悪だ。嫌なやつらが来た。まだボムちょっと延命して、え
骨デッキやん。骨骨来たな。ああ。まあ、山であるんでしょう。いやー、ちょっと早かった、ウッド。まあ、勇気の巨スケスケラーって感じかな。巨スケ、そうっすね。ヤユキ巨スケスケラーで、ハンター、ザッピー、トリトン、かな？うわー、まあまあまあ、もうこれ、俺の、防衛次第って感じか。アーチャーセパしまくって、ヤナーム打たれても一体ですよーで、頑張るか。インドラ、インドラなんだな。ハンターじゃなくてインドになってるっすね。トルネはなさそうなんで。よしよし。いやー、フリーズ来たらね、ガチでドンマイ。ミリドグリーンでロキ打つしかなくなっちゃう。いやこれ相性いいな。やゆき一緒？うん。突破できないもんね相手これ。俺の結局。あー天才墓石だそれ。結局ね、相手が与えるダメージも知れてるからな。とか言ってると綺麗に負けちゃうっすからね。あの分析マジやだな。さあマイティもいないから、うん、だいぶなんだ。それやばい、やばくない全然。やばいもなんだ。なるほどね。ちょいちょいいる三獣士とかを対策しつつみたいな。あの墓石さ、どうしよう。すごい邪魔なんだよね。一生出てくんな。じゃあ一旦なんか楽して守りたい。チャッチャロク打って良さそうだけどな。打たない方が苦しい正直。うん、ここにファイアブとか来るとちょっと怖かったよね。行きますか、そろそろ。でもかます。墓石にロケ打つのやばいよな。いや、ザップ行きそう。わ、分かってるな、このプレイヤー。お、反応してない。一回後ろ下げて。あー、それうまい。さあ、チャイオに来る。外す。キョスケが入っちまう。お？でもロケ強いんだよ。さあ呪文そらして。あぶねえ、怖い。まあ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 、結局ロケまあ使えないことはないよね、ちゅうやつがね。さあロケ気持ちいいね、やっぱ決まるとね。4-9-2、ウッドも下がってるのもね、ちょっとだいぶ痛いな。ロケだけとかだったらいいんですけどね、やっぱロケデッキウッドもセットだから両方ともダメージ高かったかん。むずい日本語。高かったって考えるとね。いや、どんな移動すんだよ、お前。あと100とか200とかで負けた試合も全部勝てるってことだもんね。さあ、メガナイトが来る。メガナイトゴルナイもだいぶ珍しいけど、このメガナイトはキング起動させてくれるってことでいいのかな。
いやさしてくれるってことで良さそうだけど、あ、歩いちゃった。うわぁ、ありがとう、かませとるよ。 CRL インドラね、メガナイトインドラ。あー、まあでもそんな悪くなさそうだ。全部ボムで止まる、これ美味しい。なんだメガラムかな。あー、メガラムでしたね。え、そこ飛ぶ。まあメガゴルか、てかゴルナイデッキですね。はい、もうメガナイトもラムも飾り、エレキもインドラもなんかビリビリしてるだけ、いるだけ。メインは金髪エレキか、ちょっと珍しいね。なんか出てくれそうじゃない。あ、やべ、しゃしゃった。まあまあ右と左どっちを削ろうよって感じだな。マジエレキ強えな。相手の呪文がまだ出てないね。ライトだったらやだんだよ。まああれはさすがにロキか。うわー気持ちよすぎる。いやーこれゴルナイミリで走るかな。さあ削ってく。今の守れるならもう何でも守れそうだけど。ポイズン、アーチャー強い。あれ突破されません一生守りしてる。いやこれアーチャーからでよかったな。最後にロケット撃てば俺の勝ち。あーこれやべえ、え、ガチやべえ。うわーマジいつもこれ俺のクラロワ。最近のさ俺の巻き方全部これ。ゴルナイ今バグったの。やべえ、そこだと走る。お、お兄さん、お姉さん、こんにちは。金髪はマジ帰る。ゴルナイ、ゴルナイ、ゴルナイ苦手すぎるわ。頑張ったらユニットで攻めちゃうもんな。アーチャーもね、ほんと気をつけないとゴルナイの餌になっちゃうっすね。 B、 え、めっちゃ可愛いバナーしてる。さあロケまだまだね、まだまだ、まあ使えないことはないぐらいか。さあホグ来る。いやこのゴブリンにはなんか来るのでトルネもないでしょうの。ちょっと奥めに行っちゃおう。さあモンクホグだったらだいぶ安っすね。まあでもそれ以外だったらクエイクとかだったら
全然守れると思うんで。あー、キョスケか。まあクエイク、キョスケクエイ工具ゴブリン型、うん、まあなんとかなりそうだな。クエイク削りと、まあロッキー削りか。あー、着衣は良くねえな。まあこれはさすがに止まる。うわ、クエイク削りに勝てんのかな、ロケって。今までだとね、ロケ削りの方が強かったんですよね、クエイク削りより。まあディガーで勝つか。あー、嫌だそれ。さすがにゴブリンにしばきたい。いやー、でかい。このダメージでね、後々変わってくんだね。492ね。あー、だいぶいかれるんだな。え？これやばくね？あちゃくやばい。待って、くしゃみ出る。さあ耐えてく。いや、勝てそうだな結局これだってさ、負け筋って相手のまあ圧着衣とかその辺の事故でホークがぶっ刺さるだと思うんですけど、ホークが刺さんなければ負けないんですよ。ってことは負けないんですよ。圧着に打ってでもいいか。いやー、これ、いや、そうなるよな。いや、でもクエイク削り嫌なんで、あれにロケちょっとかましちゃうか。で、ここが負け筋っすね。なんでこのターンさえしのげばまあ大丈夫ですよと。にゃ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 。お、危ない、だいぶ危ない。あー、これ裏だったな。マイクつけデリバリーあったのびっくりした今。デリバリーなんか持っとって打っとくるかな。怖いよ。いや、これデリのおかげで回転遅れて生きてるわデリじゃなかったら回転なくて終わってそうだな。さあ、いいね。ロケかましちゃう。この余裕、この余裕が大ピンチを招く。絶対ロケ打たない方がよかった。いや、ボム強っ。で、これロケだけは打たない。ロケ打ったら本当に終わる。さあ、しっかり最後まで削って。危ね。うん、よしよし。まあマイティ強えなアーチャーとなんか組み合わせが強いのかな。多いよね、ゴルナイマイティが。ケビン、あー、これもホククイクのイメージが強いな。77位ついとるやん。ロイムシーン。さあ、アーチャー、ロイもあるか。クロス、え、この人ってクロスだっけ。
全然そんなイメージないんだけど、俺の中で。さあちょっと一旦ねボムとかで耐えて、次はロケでもいいかな一発。いやこのダメージで勝つ。あクロスとかに対してロケ削りのダメージ落ちたのでもだいぶきついね。これミリ残りでさ、てかミリのダメージいかれるやつやない？逃げ切れんのかな2周ファイボー。うわマジでこれやばいよな。言ったら芝ファイボーなわけやん。これが許される世界。クロスだけは、クロスだけは本当に負けたらダメ。ゆっくり行く。うわー竹取れてねえのやべ。うわーこのダメージ入れたらダメだな。これどうしよう。再度逆にしたいな。しかもいや一緒か、ウッドで削れる。うわこれどっちだ、同サイドなのか逆サイドなのか問題が出てくるが、これアーチャーは行かれるんで逆に固めます。うわーガチでやばい。いやこれ同彩だな間違いなく。うわ天才。ういやぶねえ。さあ追いついてくる。ヒヤヒヤすんぜお兄さんのファイブ削りを。ちょっと出そう。あれ拾われる、変なとこに投げてる。これもう先置いちゃって、ああそんな簡単に当たっていいの。いやーこの削りめっちゃ強い。ウッド、うわーすげえ、もっと弾いてほしい。え、これマイティバカ入るやん。え、アーチャー飛ぶやん。え、マイティバカ強っ。置いとけよくね置いとけええやろもう。これであなたは置けませんよと。じゃあアイスピで削って、うわー拾うね。で高めにアーチャー出してくる。いやマイティだけは5打たれてもいいからケツ置いとった方がいいかも。一色置いとこうや。ああモンバモンバ、相手もテスラ置いてきそう。まあ耐えれるはず。まあ相手はここにコストを使わせるのがメインですからね。よし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 、耐えれば最後にロケで、はい、はいはいはい。いやマジでクロスみたいなことしてる。先に置いちゃう。あー諦めたっすね。オッケーオッケー、でかいね。いやアーチャーが強えなこれアイスピュットで飛んじゃうんでアイスピだけ警戒してね。さあよろしく。ちょっといつもと違うことをしてみよう。おお相手も同じようなアイスピョーグ。いやしかもクエイク痛てウッドで終わったし。あー高回転クエイクオグか。うわだいぶシビいぞ。あの重量級のホグに、重量級キョスケのホグにあんだけだったんで、高回転でクエイコグ一生やられると削りで勝てんのかな。
まあしっかり耐えて、もう一発モグ入れたらいけんですね。一発目だ負けだ。一生耐えてロケディガでチクチクやっていこうか。これいいんじゃない結構。あー、ウッドまで添えれよかったな。持ってね。さあ、同罪で、ガイもしたいね。来んのかい。アーチャーだけで、守れる。ういいい、優秀だね。あくびしてられんのも今のうちだけやで。まあ、ボムでね。さあ、マイティできるだけ低めで出して、この間にウッド2周、ディガー2周とかロケとかガン回しして削っていきたいね。まあ、アーチ当たんないけどいいやつ。さあ、削る。やべ。逃げる逃げる。うん、やばい、やっちもうたー。喜んでる相手も分かりやすく喜んでる。マジで回転早い。ちょっと待てよ。じゃあもう一回あの流れつかむわ。ケツマイティからのです。ガチキス。ガチきつい。普通にやばい。ちょっとアーチャー入ってくれよ。いやー、ボム優秀。クエイク強いって。やべ、うわー、それやっちもうた。うぜ、あれ、ちょっと待って、分からせる、分からせられる。いやー、マジワンチャンありそう。え、勝てそうじゃね。ディガロケで。あ、勝った。最短。いや、あの首はやってる。うわー、でかすぎえ、試合終わってるぞお前。さあ、というわけで謎に最後勝てましたけど、ディガロケね、まあ弱くなったといえども、まあ完全に使えなくなったわけではないよね。そう、ババクワとかその辺のカードと比べると、まあ、全然まだまだ使える方だと思うので、皆さんもぜひね、ロック削りやってみてください。チャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。